ラブホリックが2月度以来の店舗ナンバーワンに輝いた。常にトップ3には食い込む実力はあったが、なかなか店舗ナンバーワンには手が届かずにいた。お客さんがこうやっぱ熱くなってくれるとか、背中を押してくれる分、倒したいとか、そういう気持ちさえあれば、多分店でいいっていうのはなってくるんで、やっぱまあ、こうずば抜けて上がってるやつってやっぱ店舗に一人は絶対必要だと思います。アユはまあその全体的ナンバーワンで追ってもらわなあかんし、ただまあその上を今行かないと、今現状維持じゃ無駄するだけなんで。店舗を引っ張る絶対的なアイルの存在、アイルに負けじと競い合うスタッフがラブホリックの礎となっている。この状態からさらに上というか、そのスタッフがもう一層できるというか、できればまた倍の売り上げだって絶対上げれるはずだし、まあ第2のアイルも必要ですし、自分がやらんとあかんし、まあどこの店舗の代表さんもそうだと思いますけど、まあ代表がお店引っ張っていかなあかんわけで、大和自身も代表として結果を見せることが重要だと考える。俺じゃなくて他を上げるためにこう最高のサポートをっていう時期もちょっとあったんですけど、やっぱちゃうなというか、まあ、こうやってランキング乗ってプレイヤーやってるんであれば、その底上げするのは自分の役目でもあるし、一度でもやっぱ名前になったりとか、やっぱ結果出せば当たり前のレベルがこう上がるじゃないですか。ただもう自然と目指す場所も上がってくるんで、店舗ナンバーワンを経験したからこそ士気も高まり、意識も高くなり、向上心につながる。今年は僕が代表を始めてから一番自分的にもお店的にも、まあ、結果だけじゃなくて人材も増えたし、いい人材も育成できたし、まあ、まだまだスタートラインですけど、2016年8月の店舗売上ランキング第7位、ワンランクダウン、What's up? 第6位、2ランクアップ、Up to you! 第5位、10位変わらず、ドキドキゴーファースト。第4位、ワンランクダウン、ドキドキゴーセカンド。8月のトップ3はこの店舗だ。ヤマト、アイルを中心に初の店舗 V2 を達成するのか。代表一星ヤマト率いるクレイジーオールスターズ、ラブホリック。勢いのあるこの店舗が2度目の店舗ナンバーワンとなるか。代表結城拓也率いるノービスファミリー、東心斎橋遊戯クラブ、スペード。代表のバースデーをきっかけに頂点へと駆け上がるか。代表一条司率いる無限の可能性を秘めた精鋭部隊、ドキドキゴープログレス。8月の店舗ナンバーワンに輝くのは。第3位、ワンランクダウン、ノービスファミリー、東心斎橋遊戯クラブ、スペード。第2位、ワンランクダウン、クレイジーオールスターズ、ラブホリック。第1位、3ランクアップ、無限の可能性を秘めた精鋭部隊、ドキドキゴープログレス。